ご当初の最後でめっちゃ嬉しいです。これちょっとインタビューもあるので、ごめんなさい。あれがいつもバカだよ。それではクレベル選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、これからよろしくお願いします。まず、オフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。まあ嬉しいです高投手の最後でめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今回対戦した斉藤選手ですが、対戦する前のイメージと対戦した実際に対戦してイメージが変わったところあったら教えてください。まあ変わったね。彼がいいの人で、まあみんなファイターな、自分の子の前であまり近くであまり好きじゃないな。でももう試合終わったらすごいリスペクトがあり、なんで彼が昔の、まあ、昔には前のチャンピオンだってる。でもいいの、いい彼かな。それがちょっと変わる。それありがとうございます。クレベル選手が前回こう負けた試合というのがやはりこう皆さん研究されているということで、この今回そういったやりにくさみたいなものって感じましたか。ごめんね、みんな今日がちょっとポルトガルを喋りたいなんで、もっともっと話できるかな。大丈夫です。アクレジトキMuita gente vai pegar os meus pontos fracos da luta que eu tive com o Kanehara, mas eu, como eu falo, acho que não pode se basear muito pelaquela luta, porque aquela luta foi literalmente um dia ruim de trabalho que eu tive. たくさんの方が自分の弱点っていうのを見たと思うんですけれども、でもそれは参考にはならないと思います。なぜならあの日は本当に自分が悪い日、良くない日だったんですね。Mas é isso. Sei que muita gente vai querer ver minhas falhas ali, mas ali não era eu 100%. Eu não estava bem mentalmente, eu acho que, para aquela luta. 金原選手との試合の日した日は 100% 自分の力が出せなかったんですね。特にメンタルの部分で良くなかったです。今後の目標展望というのを教えてください。これちょっとインタビューもあるのでごめんなさい。これこう彼がいつもバカだよ。それはまあごめんねみんな。Meus objetivos para esse ano é claro que é chegar no cinturão novamente, tá no topo do Japão, tá no topo da minha categoria. Meu objetivo é esse. Eu não sei quem vem, nem quando vem, mas eu quero pensar um passo de cada vez e vou trabalhar para que eu possa chegar no cinturão novamente.来年の目標というのはまたチャンピオンベルトを取り返したいと思います。誰が来るのか、誰と対戦するのかまだ分かりませんが、一つ一つ段階を踏んでまた自分がチャンピオンに戻りたいと思っています。はい、では、はい、順番にお願いします。おっすいやおっすごめんなさい、堀口勝った。よしよし